ジョン・ハワード・ジョン・ハワードは英国ベッドフォードシャー州長官で英国で最初の監獄改革運動家。1773年にベッドフォードシャー州長官に任命されたハワードは当初ただ州長官の職務から監獄の問題に取り掛かった。しかし次第に犠牲者の悲しみやハワード自身の愛国心がハワードの心に大きな位置を占めるようになる。 1755年に発生したリスボン王自身の遭難者救助に向かおうとしたハワードが7年戦争勃発のためにフランスの捕虜になった経験が後の活動の重要な契機となったと広く言われている。1756年王立協会フェロー選出。程度の軽い被疑者が監視や巡回裁判の初期に手数料を払わなければ、 再び監獄に拘禁されるという問題に対し、周知安判事に監守に報給を支払うべきと上申。州当局がこのような費用を負担する先例があれば認めるという返答があったが、どこでも同様のことが行われているばかりだった。この悲劇の特質とその程度についての完全な知識を得ようと監獄を見て歩くことになる。監獄だけでなく長人院も調べ、 韓国熱と天然痘の蔓延、重罪人ばかり火災無臭までも大量に犠牲になっていることを知ったハワードは、1774年3月に議会で証言し庶民員から感謝の意を表される。1777年に韓国事情を観光する。その後もヨーロッパ各地を徹底して実地調査し、韓国の改革を主張。1790年、 ロシアで伝染病の治療に当たっていた時に、自らもその病によって倒れる。墓姫は、ジョン・ハワード。誰であれ、この墓碑の前に立つ者はすべて、その友人の前に立っていることになる。ハワードの報告書は、基本的に原文を廃止、直接見たことだけを記述する彼の姿勢と、相まって、社会史の一級資料となっている。ジョン・ハワード著、川北稔、森本まみやく、 18世紀ヨーロッパ監獄事情、岩波書店、1994年。ありがとうございます。